の物質は…あ、ここだ。こんにちは、エマです。この前のお礼にお菓子持ってきたんだけど。はい。あ、え、来てくれてありがとうございます。すみませんが、お菓子はドアの前に置いておいてください。私、うみちゃんの声真似結構上手くない？チカちゃん、やっぱりこういうことってダメだと思う。大丈夫大丈夫。うみちゃんのふりをしてお菓子を受け取るって言ってもそのまま横取りしちゃうわけじゃないよ。ほんの少しの間、お菓子がどこに行ったかわからなくして、みんなをびっくりさせるだけ。隙を見てちゃんと返すから。本当に？でも困らせるのはやっぱり良くないよ。それにさ、お菓子いっぱいあるみたいだし、見ちゃったくらいならもらっちゃってもバレないんじゃないかな。スイートポテトとか。スイートポテト。うみちゃんだよね。わあ、エマさんまだいた。あ、はい、そうです、うみです。うみちゃん、ちゃんと顔を見て渡したいんだけど、ダメかな？お話もしたいし、開けていい？わあ、待って、ごめんなさい。実は、ちょっと風邪気味なんです。うつしてしまったら大変なので。そうなの？ライブ前なのに大丈夫？え、ミューズライブやるの？え、あれ、ライブ前でしばらく忙しくなるから今日しか時間がないんだよね。ああ、そういえばそうでした。はい、そうなんです。なのでエマさんともあんまり話す時間がなくて。エマさん？それはそうと、さっき二次学からあなたに急用があると連絡がありました。早く帰った方がいいですよ。え、そうなの？わかった。じゃあお菓子ドアの前に置いておくね。お大事に。はあ、お話あんまりできなかったな。風邪、ライブ本番までに治るといいけど。エマ？え？もう到着していたんですね。すみません、ちょっと職員室に寄っていて。どうしたんですか？あ、あなたたち。うみちゃん、チカちゃんとルビーちゃん、一体どういうこと？